こんにちは。今日から始める安心男着物着物ラカン子玉です。えっ、ー、と今日はえっ、ー、と以前ちょっと動画で撮らさせていただいた時は黒い羽織を使ってしまったので、えっ、ー、となかなかこう見えにくいという。えっ、ー、とコメントがまあ多かった。羽織のたたみ方というので、えっ、ー、と今回はえちょっと薄物の色の。 ハオリを使わせていただいて再度動画を撮らさせていただきたいというふうに思います。で、えっ、ー、と前回よりより見えやすいようにということで、まあ、俯瞰と言って真上の位置からえっ、ー、と実際に自分がたたんでいるように見えるような感覚の動画を撮れたらということで撮らさせていただいております。で、まあハオというのは基本的に男性ものも女性ものも 基本的には形構造は一緒ですので、えー、と女性の方も、えー、羽織の畳み方はこれを参考にしていただければというふうに思って動画を撮らさせていただいておりますそれでは、えー、とこれからちょっと場面を変えて上からのシーンということで、えー、動画をスタートさせていただきますえっ、ー、とそれではこう見えやすいように俯瞰といって上のところから撮った、えー、と状態で。 でまあ、羽織ですけれどもまあ基本的に切られた後ということで、まあ、ちょっと一回広げますねまあこんな状態で,でまずは、えー、とお袖を片方のお袖を下側に入れていただいてこの襟ですねここの部分襟に沿って、えー 手前手前とか自分の方に一回パタンと倒していただいてでこのもう片方の襟を今の襟に重ねるようにしてでこの襟先ですね襟先をきちっとつけてそしてこの襟山を持ってギュッと引っ張るギュッと引っ張るですねでそうするとちょうどこの。 えと襟の、まあ、ちょうど首の後ろのところはこういう形で三角形に折りたたむような、まあ、こういうような形になりますねそしてこのまち、えー、のとこ脇を持ってこのまま引っ張ってきてそうしてもう片方のお袖もピタッと。 でまあ、先ほどもやりましたけど注意点としては襟が中で例えばこういうふうにたごまったりとかしてないように襟先と襟のこの山片山のところを持って一回ぐっと引っ張って頂い,いてこれで、えー、と畳むということが終わりますね。それであとは えとタンスの中にこう長くしまっておく時にどうしてもここのえー、と襟の三角形のところがへこんでしまったあたりが出てしまったりしますので、まあ、こういう襟のところにちょうど厚みが合うような形で、まあ、こういう襟枕というのがありますので、まあ、こうしたものをえっ、ー、と。 挟んでいただいてテーマ何かしらこうした紙ですね、まあ、っていうのがお袖の方がどうしても身頃より少し出るので、まあ、こうした紙を半分に折ったものをですねこの身頃と、えー、袖のところに挟んでいただいて。 で、こうすると例えば長期間こうええー、たの中に入れておいても変なこうへこみが出ないので、まあ、こうした形が一番いいと思いますそしてあとはトトウシュの大きさこれはまあ三つ畳というタトウシュの大きさなんですけど長襦袢とか着物を三つ畳にしたり、まあ、羽織を入れたりするた,、えー、ためのサイズなんですけど、まあ、あとはこう二つ折りという 多頭紙もありますけれども、まあ、えー、とその多頭ウのサイズに合わせて、まあ、例えばこれの場合はこんな感じですよね。でえっ、ー、と裾を折ってあげるところも、えー、ときつくシワが寄らないようにこういう着物枕というのがありますので、まあ、こうしたものは挟んでいただいて折り返して。 そしてまあこうしたタトウにですね入れて保管をしてあげるということがこれであの羽織の畳み方というのがあの終わりました。 まあそれとあとですねよくあるのがえっ、ー、とまあこうした今回のものもそうなんですけどこうした門があるもの門があるものをですね割とあの昔はよくこの門のところにも、えー、ともと新しいものの場合は門紙というまあえっとちょっとこうパラフィン紙みたいなものをつけたりとかあとは胴裏をこう縫い付けておいたりするんですけど 基本的にそれはあの、まあ、今の現在の、えー、状態だと正直言って形式的なものなので、えー、っと基本的には、えー、っと何かを挟まなきゃいけないっていうことはないです。というのが、えー、っと昔、まあえー、っと今回使ってるのはこういう麻ですけど例えば留め袖とかの場合に昔のこの紋入れというのは白くするために5分といって、えー、っと貝の粉を細かく砕いたものを で、えーと、白の部分をより白くなるように仕上げをしたりしたんですねでその5分がですねこうちょっとこすれてその生地の方に移るということを防ぐために門、えー、のりという紋のりじゃない紙というものを置いたりしたんですけど、まあ、今は基本的にそういう5分仕上げはほ,ほぼしないです基本的にはまあ生地の,その白さのままなんで なのでよく昔のこう年配の方なんかはその紙の代わりにちょっとこうティッシュを挟んだりとかするんですけどかえってそのティッシュとかは、えー、と正直言って湿気を呼んでしまうので特にそうしたものは何もしなくて、えー、といいというふうに今うちではお話してます。という感じでですから門のところも別に何かを当てなきゃいけないということはないのでこのまま、まあ、こうして。 に入れていただいてこういう形で保管していただくというのがまあ羽織の畳み方ということでえと今日はえと以前えと黒い羽織を使ってしまったために えと羽織の畳み方がよく見えないという、えー、お問い合わせが結構あったので今回はこうした薄色の、えーとまあ、おじやのです、ね、江戸小門で、えー、作ったこういう紋付き羽織を使って今日は羽織の畳み方を、えー、と俯瞰で上から、えー、また、えー、取らさせていただきました。 とということで本日も以上ありがとうございました。